はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょうか。本日乱闘ストリート1時からね、開催されてて、今ちょうど1時になったんで、本当にリアルタイムで、初コンテンツをやっていこうと思います。で、乱闘しました。で、なんか闘魂強化でキャラをこうどんどん獲得していって、10回引けたんですね。最初1000ポイントあって、1回引くのに100ポイントなんで、10体引いて、僕はこんな感じのメンバーになってて、 UR2 体なんでどうなんですかね、悪くはないのかはわからないんですけど、ただひなことかすみが被ってるので、そんなに良くはないんですよね。で、攻撃チームが、8体しかねキャラ持ってないので、つまりだからこんな感じになってます。で、マイストリート、ここがなんかこう攻撃された時の陣形みたいな感じになるんかな、とは思うんですけど、でちょっとやっていこうと思うんですが、今なんか僕2位になってて、どういうことやろうか。とりあえず左にいるこの1位の人とやりましょうか。対戦相手1狙ってるけど、なんやろ、挑戦をします。ん？挑戦可能。戦闘詳細は見ない。挑戦、じゃあ行きましょうか。カメパ、創生カメなんですけど、イグニスが出てきたんで、でカメが3キャラいたんで、創生カメで組みました。なんか創生走破 のカスタムできるね、バフとかスキルみたいな感じで、こうカスタムもしていけるんですよね。闘魂をだからどんどんこう強化していって、僕のひなことかすみに関してはレベル2になってるんで、こうちょっとバフが上がってる感じになってるんですけど、それ上げていけばS マックスとかも解放できるのかな。そのあたりはちょっとやってみなわからないんですけど、今かなり優勢に戦ってますけど、オロチュナギ、V スラ、みんな武器覚醒なってないな。この武器覚醒とかもやっぱり、レベルを上げていくうちに解放できたりするんかな。で、これは勝てそうなんですけど、1日4回しか挑戦できないって書いてたんで、それがどうなるのかというところ。ガードしました、ひなこ。ひなこガチガチですね。暴走が打ってきて、ただこれひなこやられてしまうとちょっとやばいのかな。この体力でそのまま次戦うんやったらやばいですよね。ひなこが打って、かすみも打ちます。超重ねて、ひなこは生かしたいな。ちょっとよくシステムわからないんでね、ひなこがやられてしまうとちょっと、若干嫌な気もするけど、 V スラ、よし、ひなこには攻撃しなかった。この対戦相手1っていうのはどういうことやろ。コンピューターかなんかかな、 NPC かもしれないですね。買ったんですけど、撃破になってる。そういうことか。これ撃破するとさらにこう挑戦できるっていうことか。じゃあこの雑魚。雑魚がいっぱいいるので、この雑魚に挑戦していきましょうか。雑魚には勝てるでしょ、さすがに。この体力でも雑魚には勝てると思うんですけど。どうですかね、雑魚強いな、でも。雑魚結構強いぞ。この雑魚は、でも必殺打ってこないですよね。そういう意味では、楽勝に勝てるとは思うんですけどね。通常攻撃しかしてこないので、さすがにこれは勝っとかなあかんな。顔昇降剣、ただ防御力は結構高いな。この雑魚でも硬いですよね。むしろ雑魚じゃないなこれ。やばいな。やばい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 ぞ。これは楽勝かと思われたけど結構やばい。イグニススキル出えへんやん。ちょっとやばいぞ。これ負けるやつやな。うわ、全然スキル出えへんけど。なんかスキルもあれかな、スキル率とかも結構制限されたりしてるのかもしれないですね。スキル1回も出てないように気がするけど、気のせいかな。やられた、雑魚にやられました。1回しか勝てなかったけど、じゃああれ、僕の次のチームが出てきましたよ。そういうことか。これやられてもまた次のチームで戦えるっていうことか。そしたらこれは勝てますよね。
ブースラ打って、これ必殺打ちまくった、損で損やな。まあ勝ちましたよ、撃破しました、勝利ポイントプラス600。まあ、これちょっとチーム、挑戦を諦めて撤退しますか、同じ相手には挑戦できなくなります、いやこのまま行きたい。そしたらもう一個横行きましょう。先制はあれか、仕掛けた方が先制取るようになってるんかな、なんかずっと先制取ってるんでね今のところは。まあまあこれは勝てそうですね、ちょっとスキップしましょうか、まあ、勝てると思うんでスキップして、これも行こうか、じゃあスキップしましょう、もう、勝ちましたね、撃破撃破、あユリがやられてる、これやばいな、これさすがにこれは勝てないでしょう、だから上の方行こうか、これやったらなんとかワンチャン勝てるかもしれない。よしよしよし、いいぞ、これはなんとか勝ちましたが、まあこれもう無理っすよね、さすがに、うん、これはもう 100% 負けると思う、まあ、スキップしましょう、負けますね、負けました。で、挑戦失敗でどうなるのかな、あまだそうか、こっちのメンバーが残ってるんで、行きましょう、これザコしか残ってないんですよね、でもそのもうキャラが僕いなかったんでね、このザコが残ってるだけなんですけど、これスキップ、あ負けましたね、スキップしたんですけど、でさらに、もう一体のチームで行きました、あ勝ちました、でこれも行きましょうか、うんこれは負けますね、ギースいるのでさすがに勝てない、あこれで一旦、終了、獲得ポイント4300で、このボーナスがこんな感じ。はい、ルールを見てみたんですけど、この4人に分かれて、この4人だけで対戦するみたいな感じなんかな。で、この、今僕1位にいるんですけど、この4人の中で1位になってて、その時のこのグループボーナス、1、2、3、4ってあるんですけど、これが、ボーナスは当日の試合終了後メールにて配布されるっていうことなんで、今日の、夜の11時やと思うんですけど、まあ、11時にこれがメールで、来るってことかな。で、僕がこのまま1位で終われば、1位のこのボーナスがもらえるっていうことだと思います。で、ランクアップボーナスは、まあ、このシーズン期間、まあ、言うたら今月の29日までかな、確か。までの間に、このランクを上げていって、まあ、それによってこの配、報酬がもらえるっていうことだと思います。で、シーズンボーナスは頂上決戦みたいに、その最終的に、これが終わるときに、自分のいるこのランクですね、これがどこにいたかによってもらえる報酬やと思います。だからこれ特にあれですね、別に一時ぴったりにやる必要もないっていうことか、要はその開催されてる期間の間に消化するみたいな感じで、まあ、どこかでやればいいみたいな感じかなだと思います。ちょっとまだあんま詳しくはわからないんですけど、まあそういう感じやと思うので、あんまりそのあれですね、時間にこう追われるようなコンテンツでもなさそうな気もしてきました。まあ分かったことは、あの下編成のねマイストリート、この下のチームに強いチーム当ててたらこう防衛しやすいかもしれないですね、さっき実際そうだったんで。だこの編成するときのマイストリートの、チーム編成が結構重要になってくるかもしれない。あとはこの闘魂強化で、どんどんキャラを獲得していかないと、あの雑魚チームだと必殺を打てないんでね、まあ、そのあたりがどうなっていくのかっていう、ところかと思いました。では、今回はこんな感じでね終わります。また分かり次第配信しようと思うので、よかったら見てください。ご視聴の方ありがとうございました。